はいどうも、カッパン園長です。じゃあ、この動画ではね、この安倍元総理のこの国葬に反対している国葬反対派代表っていう人のね、まあ、界隈じゃこのホラッチョホラッチョ言われてる、このホラ口智子さんっていうね、まあ、杉並の議員の人なんですけども、っていう人の話だったりとか、まあ、相当あたおかな発言を連発している人なんでね、まあ、聞いたことある人、名前は知ってるっていう人も多いかと思いますけども、ただ、そんな人なんですけども、 なこの別の,このただ一級総裁ディレクターというまあこの冠婚総裁の,このプロから言わせるとこの葬儀に反対するこの発言だったり行動だったりはこの犯罪だと。ね 罪罪が、うん、犯罪になんかなんか刑法の,この説教妨害罪に当たるので国葬当日の反対派のデモはまとめて逮捕することができるというそういうことをおっしゃる方が出てきたんですよねぜひ、うん、そうしていただきたいでそんな中このジャニーズの,、ねえー、この仲間さんっていう、えー、ジャニーズウエストっていうグループの仲間さんっていう方が、ね、またなんかこう興味深い発言をしてたんでちょっと、ね、順番に見ていきましょうかね でまず、このホラッチョ・ホラグチさんですけれども、これ番組見てた方はもたぶんいらっしゃると思うんですけどもね、もうなんかすごいですよ、本当に、もう国葬反対派の代表、もうこの肩書きからして、ちょっとあたおかですけども、国葬をね、これ、わざわざね、目の前で、この MC の方にね、この問いただされてるんですよ、国葬を行えばね、中国に侵略戦争をすることになる。 これはどういうことですかって <laughs> それでねはっきりとそう答えてるんですよね日本は中国に侵略戦争を仕掛けようとしているだそれを止めたいんだみたいなそういうことを平気で言っちゃうんですよねうん <laughs> もうなんか <laughs> アングリーですよね本当に正気かとうん だまあこの中核派って言われる、ねえー、人たちですよね。だからもう安倍元総理の,この選挙演説を、ね、この妨害し続けて、罵詈雑言浴びせ、誹謗中傷大音量で繰り返す、デモ活動をしていた中核派ですよね。うんあのひろゆきさんが、え正気ですかっていう、そういう感じにならざるを得ないっていうね。だからもう安倍さんは長年ね、うん、こんなやつらと戦ってきたわけですよ。ね いやもうあいや本当にもう、気違いですよ、普通に、うん。まあ要はこのね、ホラッチョさん曰く、岸田政権、日本政府が、例えばこの南西諸島に核ミサイル配備計画を進めている。<laughs> だから日本がね、例えばアメリカと軍事演習をしている、これが、ね、中国を挑発しているんだと、これがそもそもね、な,なんかあれですよね。あの <laughs> デニーさんと言ってることはもう変わんないですよね、はっきり言って。ね、デニーさんもなんつってましたっけ、ね、日本の外交努力不足だって言ってましたよね、うん。自分で自分の身を守るのはけしからんと。ね、話し合いを重ねだからお土産持って話し合いをね、えー、重ねる。ねこの外交努力が。ね 日本の外交不足、大、なんて言ったっけ、外交努力不足うん、なんかそんなことなとにかく日本のせいだ。ね。中国が日本にこのね、このちょっかい出してくる。ね。中国が日本を取りに来る。は、日本が悪いって言ってましたよね。うん。だからまあ、基本的にやっぱりこの発想が一生ですかね。こういう類の人たちはね。うん。それは安倍さんもね、もう言うしかなくなるよね。こんな奴らに負けるわけにはいかないと。 うん、も相当ね、うん、おかしいやつですよ、なんかねこのビラを配ってるんですよね、うん、このんだろう国相反対派の代表、ッチョがねでそこになんかね、ねこの改憲阻止、中国への侵略戦争を止めようって書いてあるんですよ、それで国相反対でも呼びかけてるんですよね、<laughs> もう国相反対がむしろねあのそれはもうどうでもいいみたいな。 まあ、とりあえずなんか人を集めるなんかこう、ねうん、それに使えればいいんだと、ね、メインはやっぱりこの小さい字で書かれているこの会見阻止で中国への,この侵略戦争を止めようこっちですよね、こっちの売国メインというわけですよねこの発想というかこの妄想は一体どこから湧いてくるんですかね、うん、本当この病院行けていうレベルですよね、うん、まあね、来られた病院も迷惑だと思いますけども なんかもうワイプのね他の出演者、リモート出演してる方々の顔を見てると、もう笑っちゃいますよね、もう本当、うんざりというか、唖然としてましたよね、うん、全く理解できないですよね、うん、もうホラッチョの発言が飛びすぎててさ、全く一つも、中にはさ、ほら、ね、うん、あの決して褒められたもんじゃないんですけど、あまあ、一理ある、でも根本それ違うよねって、その一理あるの一理すらないですからね、ここの人の場合は。 いいやーいくら選挙で選ばれたねこの杉並のこのこ区議会議員といえど、ね、でいくらこのネット番組だったとしてもうね、うん、こんな思想のだって日本破壊をねこの是とするえ中核派って要はそういうことでしょう日本社会を混乱したさせてなんぼでしょうん、こんな人を出演させたらダメだと思いますけどもね。うんいやー なんかもうカルトのさ、ね、この教祖テレビに出してこの持ち上げてるのと変わんないですよ、こんなやつ出すんだったら。うんまあ、なんていうかね、この国葬を行えば中国に侵略戦争することになるなんて言ってるんですけど、このホラッチョ、ね、国葬反対派代表議員がね、国会通さず決めたと、ね、なんかこの怒りの声を上げてるやつもいるんですけども。 国会は1日3億のコスまあ金額うんぬんだけではないんですけどもこんなやつらをねいちいち説得して回ってたらね例えばこの弔問客の調整なんかがもう間に合わないんですよ時間の無駄なんですよこんな着ガえを、ね、説得するそもそも人の話なんか聞かねえんだからさこういうやつらはさてねこの立場が違ったらね例えば安倍さんが、ね、ご存命で全然別の方がまあ亡くなった、ね、葬儀にっていう ね、もう逆の立場だったら安倍さんは葬儀にし多分出席されてると思うんですよね、たとえ誰であれ、ね、この野党のなんか代表どなたか代表がね、うん、教団に倒れた、銃弾に倒れた、おそらくその倒れた方の冥福をね祈ったと思うんですけどもね、うん、いやー、絶句とはまさにこのことですよね、言葉を失いますよね、この区議。ていうか、杉並の人たちはこんなの選んで、正気か <laughs> 大丈夫ですか。うん で、この一級葬儀ディレクターっていう人がね、この葬儀の妨害は犯罪,だ犯罪に当たると、うん。っていう可能性について、まあ可能性なんですけども、まあでもね、一般常識的にこの照らし合わせてもそうですよね。まあ葬儀の妨害は刑法のこの説教妨害罪に当たるので、国葬当日の反対派、ね、さっきのホラッチョなんかのこのね、デモは、 ね、ドイツもこいつもまとめてと捕まえてぶち込んで逮捕っていう可能性があるとぜひ、まあ、そうしていただきたいですよねまあきて日本社会のゴミなんで、ね、日本の敵なんでこいつらは、うんまあ、説教礼拝または葬式を妨害したる者は1年以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処すいや桁1個2個上げていいぞ、ねうん、いや禁錮じゃなくて懲役でいいね、うん、いやっていうかもう極刑でいいよこの類は本当にうんね だからもう反日勢に数えてさ、ね、こういうふざけたやつら、ね、中核派なわけでしょ。要、う、は、ん、もう明確にねこの日本社会を混乱させてなんぼみたいなやつらなんで、ね、国葬反対っていうね、うんまあ、なんかそのタイミングで、ね、この騒いでなんかこの注目を集められるっていうのを利用して、ねうん、本来本当にやりたいことっていうのはまあ別にあるわけですから、こういうやつらはさ。ねうんまあ、もう一掃してもらいたいですよ。 でね、このジャニーズの,この仲間さんっていうね、このジャニーズウエストっていうグループの仲間淳太さんっていう方ですかね、えーと、30、34歳って書かれてたかな。うん、で、まあ、この方があーこんなことをおっしゃってて、国葬の目的は弔うことと外交だと、えー、世界各国の要人が来て、えー、日本の成長の話し合いの場となるのに、 日本国民がごたごたしていると国際的信用度も下がりかねないというふうにおっしゃってるんですよね。うん、ものすごくまっとうな、ね、このまともな意見ですよね。さっきの,なんかこのホラッチョに聞かせてやりたいよな。うん、いや別にこの、ね、ジャニーズーの方に、ね、どうこうっていうなんかその偏見とかっていうわけじゃないですけどもやっぱこうやってね、うん、このまともな なんかそういうこのね、えー、考えで、ね、発言される、ね、こういう方もいらっしゃるんですね、うん。確かお父さんが台湾の方で、お母さんが日本の方っていう、その、なんか台湾と日本のハーフっていう、そういう方らしいんですよね。うん。いや、なんかね、うん、ものすごくこの当たり前のことを当たり前のように堂々と発言されてるんじゃないかなと。それに比べて、なんだあのホラッチョは。<laughs> もう日本されよ、本当に。うん ということでね、今回以上でされてございました。ではまたごきげんよう。